さあ、お疲れ様でした。いやもっとね、私自身すごい緊張するのかなとは思ってたんですけど、なんかやっぱり隣にね、やっぱ妻がいるとやっぱあんまり緊張しないの、なんかそういう感じでしたね。あんまり緊張しなかったかなって。最初すごい気合い入ってたから、ちょっと急に、そうですね、まあちょっとなんか肩慣らしせずにちょっと球をバッと投げたらピリッとしたらっていう感じにはなりましたけど、でもやっぱりね、ダウンタウンさんを含めてやっぱりあのいろんなゲストの方とこうやっぱアイコンタクトを取りながら喋ってくっていうのがちょっと私の中でも久しぶりだったんで、なんか非常になんか新鮮な、また帰ってきたぞっていう感じはしませんでした。いや、めちゃくちゃしました。本当ですか、ありがとうございます。正直、いや本当もうダウンタウンデラックス18年ぶりの登場と、まあ、こうやって2人で初めてなります、はい、お見逃しなく。え、もうちょっとね、ありますよ